あの温めてる改革もありますで例えばですね、あの憲法の改正についても、もちろん自民党案があって、実は維新も出してるんですね、しかし、私自身も、実はもう、こういうところを改憲しなきゃ、日本はダメだという案も持ってますので、そういう新しいアイデアをこの神奈川から、私から発信して、日本中に伝えて、だんだんとそれを浸透させて、日本の政治を変えていきたいというふうに思っています。 あの今、すごく無党派層が多くて、これが第一党なんですね、ただ、無党派層の多くの皆さんは、えー、自民党もちょっとなと、でも抵抗やとどうしようもないでしょうと、どっかいいとこないのって思ってる人、多いんですよ、それにやっぱり我々が答えていければ、私は日本の中で第三極が成長し、そして日本の政治のキャスティングボードを握って、政治がかなり変わっていく、まあ、例えば憲法の議論だって、私たちが本気になれば、これ、進んでいきますよね。 憲法の議論をボイコットするというのはう私は政治家としての責任放棄だと思っていますのでこういう停滞した政治を打破するためにも頑張っていきたいなというふうふに思っています。